バイサラ社の GPS ラジオゾンデ RS92 型。風船につけて飛用する様子。南鳥島にて。GPS ゾンデは、高層気象観測機器のラジオゾンデの一種で、レオウィンゾンデと同等の上空の気圧、気温、湿度や風向風速の観測機能を持つ気象観測機器である。GPS ゾンデでは、 ゾンでの位置データの観測に GPS 衛星の測位データが用いられ気象観測データとして用いられる。GPS 衛星による3次元測位には最低4個の GPS 衛星の受信が必要である。GPS ゾンでは気圧、気温、湿度の気象観測とともに GPS の電波を受信解析する機能を搭載した高層気象観測機器である。 ゴム気球で観測機器を飛ばすことにより、従来の上空の気圧、気温、湿度の気象観測のほか、ゾンデ時期の GPS 情報を、複数の GPS 衛星の基準電波を受信し、3次元の位置情報をデータ解析の上、随時地上の観測基地に送信し、気象観測ソフトウェアにより、気圧、気温、湿度の気象データとともに、データ解析により、 高度や風向風速を観測するものである。などにより、誤差数メートル程度まで観測データの補正が行われることが多い。従来のレイオインゾンデの場合、気圧、気温、湿度の観測データはゾンデから直接送られてくるが、ゾンデの高度は、地上の気圧観測値と海抜高度をもとに、上空の気圧、気温、湿度、 重力加速度を使い計算によって算出した推測値である。また、風向風速はゾンデから発信される電波の来る方向を地上に設置した方向探知機システムにより測定し、費用からの経過時間によって推測される行動を組み合わせることによりゾンデの三次元的な位置が決定される。その一方で、GPS ゾンデの場合は、気圧、気温、 湿度は、元より高度や風向、風速データの元となる GPS の3次元、位置情報が一括で、ゾンデから送信され、地上ではデータを受信し、ソフトウェアによるデータ解析により各種観測データを求めることができる。ゾンデ自体が時期の位置情報を取得するため、レーウィンゾンデでは必要だったゾンデの位置を追跡する、地上の方向探知機システムが不要である。 GPS ゾーンでは近年小型軽量化が著しく、観測システムが簡素化され無人観測システムなどの構築も容易になるなどメリットが大きいことから、気象庁の離島の観測地点や大学の研究機関などで従来のレーウィンゾーンでから置き換わりつつある。18000メートル以上の高度では、大京三県輸出統制委員会規制の名残で、 大陸間弾道ミサイルのような用途への搭載を防ぐために GPS は使用できない。ありがとうございます。